アクサ生命の教えて保証とお金の話、ナビゲーターの奥村です。今回は会社を経営されている方がもしも長期間入院することになった場合に備えるお話。会社を経営していく中ではいろいろなリスクがありますよね。最近では感染者の発生による操業停止や風水害の発生によるなどの休業リスク、ハッキングや十分なセキュリティ管理ができていない中でのリモートワーク導入などによるサイバーリスク、ハラスメントや訴訟などの従業員のリスクなど、リスクの種類も多様化してきています。数多くあるリスクの中でも、いつ誰に起こってもおかしくないリスクの一つとしては、病気や怪我による長期入院による事業への影響です。もし経営者が何らかの病気や怪我で働けなくなった場合に何が起こるのでしょうか。人手や技術が不足し売上に影響が出る。取引先からの信用が低下し仕入れや売上などに影響が出る。などおよそ9割の方が経営への影響があると回答しており、経営者の不在の影響は大きいことがわかります。そのため、およそ3分の2の企業は対策を講じていて、入院給付金が支払われる保険で、資金繰りや損失補填対策をしている方は4割超えとなります。最近の入院日数は短くなっている傾向にあるので、入院給付金が支払われる保険も、日帰り入院でも一時金が出るなど、短期の入院から保証するタイプが増えています。確かに入院日数は短くなっているのですが、それでもおよそ3分の1の人が長期入院をしています。脳卒中や糖尿病といった身近な病気でも、意外と入院日数は長期になりがちなんです。そして長期入院により売り上げが落ち込んだとしても、毎月かかる固定費、つまり従業員の給料、土地や建物の賃料、光熱費などの負担は変わりません。一日入院するといくらといった入院給付金を受け取るタイプの保険に加入している場合に、一日1万円の保証のある保険だとして、2週間入院した場合の給付金が14万円、1ヶ月でも30万円です。もちろん、入院や手術の治療費の保証としては十分に活用できますが、この金額だけで、経営者の就業不能による売上の減少に対する保証として十分でしょうか。そこで経営者や従業員の長期入院などによる事業リスクに備えるための保険、アクサ生命のユニットリンク長期入院一時金プラスのご紹介です。この保険は経営者や従業員の休業による売上減少の補填や給与のための原資としてもご活用いただけます。この後は商品の説明がありますので、ぜひご覧いただき、ご興味がありましたら、アクサ生命の専門スタッフ、または取扱い代理店までお問い合わせください。ホームページからもお問い合わせいただけます。ではまた。アクサ生命のユニットリンク長期入院一時金プラスは、積立金額、払い戻し金額などが特別勘定の運用実績に応じて増減する変額保険と呼ばれるタイプの定期型の生命保険です。特別勘定での運用は投資信託を利用して行われます。継続して14日以上入院したときには継続入院収入支援一時金としてご契約時に決めた基本保険金額をお支払いします。死亡された時は基本保険金額または死亡された日の積立金額のいずれか大きい額をお支払いします。この保険に満期保険金はありませんが、運用実績が予定より好調で保険期間満了時に積立金がある場合にはご契約者様に積立金をお支払いします。所定の事由に該当し継続入院収入支援一時金を受け取られても積立金が減ることはありません。それでは
ユニットリンク長期入院一時金プラスの継続入院収入支援一時金について詳しく見ていきましょう。継続入院収入支援一時金は継続して14日以上入院した場合にお支払いします。お支払いは半年に1回を限度とし、最高10回までお支払いします。継続入院収入支援一時金が10回支払われた場合にご契約は消滅します。入院日数が継続して6ヶ月を超えた場合には、継続入院収入支援一時金を2回分お支払いします。入院中別の病気や怪我を併発した場合は、継続した1回の入院とみなします。同じ病気や怪我により複数回入院した場合には、1回の入院が14日未満であっても継続して入院したものとみなしてお支払いの対象となります。ただし同じ病気であっても退院日の翌日から再入院までの日数が31日を超える場合や、31日以内であっても2つの入院の理由が異なる場合には別の入院とみなし、お支払いの対象にはなりません。このほかにもお支払いの対象とならない場合がありますので、詳しくは契約締結前交付書面、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり、約款をご確認ください。またユニットリンク長期入院一時金プラスには必ずご確認いただきたい注意点があります。まず投資リスクがあります。費用がかかります。解約時には解約控除がかかります。以上が投資リスクと費用の説明となりますので、十分にご理解ください。なお、ご契約の際には契約締結前交付書面、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり、約款、特別勘定のしおりを必ずご確認ください。